ただ大先生は技も技術も非常によく体で表されている方でしたけれども、言葉での説明は言葉の不自由な点もありましたけれども、あまりそういった理論的な説明はなかったです。その頃まだ今のように中国武術の本もほとんど出てなくて、今言ったように先生の後を継いで一生懸命がむしゃらに目が夢中で習ったというような意味です。やっぱり、先生の後を継いで、こうだったああだったということで自分で思い出しながら何回も繰り返してやるという修行の方法、それが全てだったです。